稲妻高雄とは日本の競争馬である北九州記念、中京記念など中央競馬の重賞を参照した。馬名の由来は冠無理名、稲妻に馬種の名前の一部を足したもの。抽選馬で1993年7月に IC グルームの初年度産区として小倉競馬場でデビュー。翌8月に自身の初勝利を挙げるとともに同産区の初勝利も記録。 初勝利後は、クラシック戦線に参加も青葉賞の敗戦を受け以後は、中距離路線に専念。1994年7月の中日スポーツ賞4歳ステークスを、静止重賞初制覇、同時に IC グルーム3区の重賞初勝利となった。1995年6月より久子良一、長京市優待に伴い大人し秀高舎に、天馬や、 同年8月北九州記念を優勝し、開業初年度の大人支給者に重傷価値をもたらし、翌1996年中京記念では、地震初の逃げ切り価値を収め3度目の重傷タイトルを獲得するなど、短中距離戦線の一員として長く活躍をする。しかしこの中京記念後に脚部を痛め長期、戦線離脱。復帰後は一度も、 入着すらできない制裁を書く内容が続き1998年2月現役引退。乗馬訓練を受けた後2001年より、中京競馬場にて誘導オーバーとして在籍していたが、2009年、限りで引退した。34戦しながら一番人気に支持されたことは一度も、なく、GI 競争においては1993年朝履杯、1994年、 スプリンターズステークス5着が最高成績に終わる。なお、中日スポーツ賞騎場の大崎昭一、中京記念騎場の田島信之はともに、これが、騎手生活最後の重賞勝利となった。ありがとうございます。